か一期生同期生同士でなんか泣き合ってるのを見るとなんかそういう友情とかがすごく伝わってきて感動しました。いろんなメンバーさんの卒業セレモニーがあったということですごい感動ばっかりで本当になんかなんだろうなんか歴史を刻んでる感じがすごく今回のドームツアーで感じました。すごい元からその AKB 時代が好きだったんで自分が好きだったじゃないに言ったら例えば初期のメンバーの人とかなかなか喋りかけられなくてでも最近やっと喋ることができるようになってきて今日板野さんが最後歌ってるの見ててもっと早く喋りかけてたらあそこで一緒に歌えたのかなって思ってすごい寂しくなってこれからもっと仲良くなろうって思いました。最初はそのドームコンサートが始まった時最後までいけるのかなと正直思ったんですけど無事こうして最後終われたので本当に良かったなと思います。なんかスケールの大きさとかを感じて東京ドームはちょうど1年前もやっていたのでまた今年も東京ドームでしかも去年より1日多く4日間もできて良かったなと来年はできるかなと心配です。みんなが卒業していく姿を見ながら私はまた改めてスタートラインに立たなきゃいけないしすごく不安だりし同期がいない心細さもあるんですけどでもきっと目標がない AKB 生活を送るよりも今目標や使命があって頑張ることがあるっていうこの環境をありがたいと思って絶対にチーム4を立派なチームにできるように頑張りたいなっていう決意は生まれました。乗り越えられましたね。もう絶対途中で無理だと思ったんですけどなんか楽しかったんで終わっちゃいました。よかった。でも今日のその卒業公演見ててソロのステージとかやっぱり一緒のソロをデビューしている身としてはすごい素直にめっちゃかっこいいなと思ってだから私もすごい友人さんみたいになりたいなと思う。多分一生頑張ってもなれないけどなりたいなってすごい思う存在だなってすごい思いました。ね、めちゃくちゃ今人生の一番なんじゃないかってほどの達成感で私今満ち溢れてます。すごいもう楽しくてこんなに幸せな夏休みは人生で生まれて初めてだと思います。すごい楽しかったです。終わった後はなんかあ夏らしいことを一個もしてないなって思ったんですけどでも夏らしいことをするよりも多分五大ドームを味わった方が今年はすごくいい夏だったなって思うと思いました。よく頑張ったね本当。マリちゃんが卒業してマリちゃんのとこに誰かが入ってとかサヤカが卒業してサヤカのとこに誰かが入ってとかなんかそういう風に変動も多かったのでこう自分の身の回りのことの環境がすごく11公演の中で、いろんな風に変化してたからもうこれ大変でした。大変だったけどでもその分幅としてはすごく自分の幅が広がったような気がするしこのメンバーの時はこう言ってやろうとかじゃあこういう暑さの時はこういう風に対処していこうっていうのもなんかやっと今7年目になって自分のこととその環境で組み合わせて考えられるようになったなっていうのをすごく思います。